皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。先天性疾患による低身長というハンディキャップがありながらも、大人びた明るいキャラクターが人気のリオナちゃん、7。母親が更新しているインスタグラムでリオナちゃんが補聴器を検討していることを明かした。映像、病院の検査を受けているリオナちゃん。2022年1月26日に更新したインスタグラムでは、 ただいま絶賛中耳炎。リオナは鼓膜にチューブを入れてるから海が外に出てくるので痛くはないみたい。でも一回なると長いんだよね毎日耳鼻科通いの日々と横になっているリオナちゃんの姿を公開。2022年4月15日の投稿では鼓膜チューブが抜けかけてるっぽいから相談しなくちゃと病院の検査を受けている様子も公開していた。 2日に更新したインスタグラムでは、2歳の頃、手術で鼓膜にチューブを入れてたんですが、左耳は去年自然と取れてて、右耳もどうも抜けてそうってことで今日耳鼻科に行ったらやっぱり抜けてました。赤ちゃんの頃は常に鼓膜の中に水が溜まってる感じで聴覚検査も引っかかりまくってたんだけど、今はそんなこともなくなったので、このままチューブなしで生活していくことになりました。 とリオナちゃんの最新ショットとともに現状を報告続けてただ最近ガヤガヤしたところでの聞こえが微妙らしくて補聴器したいかもと本人が時々話すので悩み中普段の生活には困ってないのでノームーと補聴器を検討していることを明かしたこの投稿にそんな年で鼓膜にチューブ入れてたんだ小さい頃からよく頑張ってるよなどのコメントが寄せられているどう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。